た日本刺繍日本刺繍とは原子を両手を使って刺していく刺繍のことを言う。手作業の日本刺繍による家紋主に着物や帯、相撲の化粧を回し、日本人形に用いられている。古くは甲冑などに施されている。日本刺繍は生産地によって呼び名が変わり、京都では軽縫い、江戸では江戸刺繍、加賀では加賀縫いと呼ばれる。また、 伝統的工芸品産業の振興に関する法律では、経済産業省が認定する伝統工芸は国から指定によって保護や援助を受けているが、日本刺繍の中では、毛縫いとかが縫いが指定されている。現在、市販されている着物や帯に施されているものの、ほとんどは機械刺繍であり、手作業による日本刺繍はとても貴重で珍しい。 日本刺繍の原点は、約西暦500年に、インドから中国のシルクロードを渡って伝えられた、縫い仏にある。縫い仏とは仏像を刺繍によって表現する技法である。日本で特に縫い仏が広まったのは寺や仏像が盛んに作られた、水古天皇の時代であり、日本でも縫い仏の制作が広く行われるようになった。日本で現存している最古の縫い仏としては、 天寿国曼ダラ州庁が挙げられ、今でも奈良県の中宮の寺に保管されている。文献上で最初に登場する、縫い仏は、西暦605年日本初期に、アスカデラに安置する道、縫いの上陸の仏像をそれぞれ作らせると、記載がある。平安時代には、貴族の衣服の装飾や、雅楽の衣装に活用され、桃山時代には、芸能装束に用いられた。 江戸時代には、小袖や、打ち掛け、自社装飾の打敷に需要が多く、また刺繍のかかりぶくさは、嫁入り道具に欠かせず、安定した注文があった。明治から昭和初期にかけては、外国向けに非常に質が高い刺繍絵画作品が、数多く制作され、外科獲得に貢献した。日本刺繍で使われる絹糸は釜糸と呼ばれる。 これは4から12本の細い絹糸の束で、よりがかかっていない。通常はかまい糸複数本によりをかけて使うが、デザインによってはかまい糸のまま用いることもある。よりをかけることにより、絹糸の本来持つ光沢を活かし、よりの強弱によって、光の反射を加減し繊細な模様を表現していく。また、複数の色を組み合わせることで微細な色合いを、 表現することができる。糸を通す、穴の部分が平たく、針先が鋭いのが特徴。近代以降は、手打ちと、機械打ちのものが存在している。名称は太いものから順に、大太とし、中太、草中、愛さ天甘根切れ付けである。端物を張るための、専用の木製の台を用いる。左右の辺を挟んだ後、上下の辺を糸で縫い留めて、 布地を固定する。近年では小さいものであればフランス刺繍等に用いる木枠をテーブルに固定して行うこともある。ありがとうございます。